はい、皆さんこんにちは、ラジオマンジャックです。はい、どうも。なんだかんだ言ってね、出発前々日なんだけど、ここまで来たな、そこでラジオマンジャック撮ってるとかあたりがもう余裕かな、余裕ではないんですよ、大変なんで、いっぱいいっぱいだよ、本当にね。さあ、そういうことでね、今日ね、どうしても撮りたくなっちゃった話があるの。もうようやく解禁ね、あの詐欺体験ラジオマンジャック、うん、でこれね、ずっとね、あの体験してたんでちょっと話さなかったんだけど、まあ体験かどうかってことも、ね、100% そのことは言えないじゃない、だからそれのね、体験レポートみんな詐欺に合わないようにって言われて、それも遺産相続詐欺と、それを話をしたいと思います。本当秘密っていうふうな話だったんだけど、もう秘密ないんだよね、詐欺は詐欺です。さあ、ということで、一発2日前、歯は相変わらず抜けないということで行ってみたいと思います。はい、それでは詐欺師に対して行ってみましょう。はい、ね、簡単な実際体験です。行きます。遺産相続ラジオマン、じゃあ、で、みゆちゃん、これ、ことの遺産何があったか分かる？説明できる？みんなに。なんとなくだけど、なんか突然アラブの人から連絡来たんでしょ？そう、あのドバイだね。アラブの人から連絡来た。AIU とか AUU だ。AIU だね。やってきて、で、なんかこう、銀行口座にすごい遺産を残して亡くなっちゃった。ピーター柳田ってのがいるっていう、ね、人がいて、その遺産がね、どっか飲まれちゃってもうあれだから、自分と山分けしてくれないかみたいな。そうそう、で俺が遺産相続人のいとこだってことになったんだよね、うん、でもよく分かんないけど、でまあもう一言聞いてうさんくさいじゃん、でまあでも面白いなと思って、まあ分かったけど、そのことの内容をってどんどん話が進んじゃったんだよ、それで口座ができたよとかね、なんか本当にな、まあそういう口座作ってんだろうけど、ね、そのうちいろいろ始まってて、なんか怪しいんだけど、弁護士からのねメールが来て、あのじゃあ私が弁護士で委任状くれとか、そういうの始まってきたんだ、で面白いなと思って、でこれね、またおかしいのは、うちのおふくろ、お母さん聞いてんだけど、この話をね、で話したら、あんたそれは絶対詐欺だからやめなさいとかね、まああんた騙されてずれだったのかね、ウェイ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 って言うんだって、怒られちゃった。分かってんだよ、そんなことさ、だって世の中そんな、俺宝くじも買わない人間なんだよ、うまい話って大嫌いで、うまい話だからって絶対ないと、だけどこんなチャンスないんだよ、そういうのを体験できる、問題なのは、あのある一定のところまで行ってそれ以上踏み込まなきゃいいでしょ、まあまあ、ジャーナリスト精神のもう本当にさ、イラクに一歩足踏み入れたぐらいの、どんな実態かも調べるみたいな、でやってみたの、そこ、そしたら案の定ね、後半からね、なんかね、トーンがお金はとかリスクは一切かけないって言ってたんだけど、ちょっとお金の話が出てきたんだよ、ちょっとだけね、だから俺2% の, その弁護料を払って弁護したらそれは構わないんだけどとね。で俺はちなみに前金で弁護料とか絶対払わないよって出したの、先に。さすが。そしたらいやそれは困るってきたんだよ、なんで困るのかな、そっから長いんだけどね、だ結局分かりやすいことを言うと、その遺産相続詐欺ってやつはそういう形で弁護料という名目で、弁護料が16,500ドルぐらいだから180万とか200万ぐらいなんだ、ね、それで30億手に入るって、みんなどう？いやなんかね、本当かどうかもわからないじゃん、絶対俺 ね引っかかんないんだけど、でもね、30億手に入るっていう夢を見させてもらったことは楽しかったな、まあそうだね、もうね、夢なんだよ、だから日記の中でね、あの引退の時書いちゃったんだけど、まあ宝くじとか絶対嫌いだよっていうところで俺が一攫千金じゃなくて一歩一歩やるって話書いたんだけど、まあね、もう資料全部取ってあるけど、用意すると面白いよ、すごいよね、よく作るよね、そう話をね、だからみんなに言いたいことってのはさ、みんなそういう形でね、詐欺とかそういうものってのはもうそうやって進んでいくんだよ、で詐欺か犯罪に手を染めるかどっちかなんだよ なるほど、はっきり言ってな、で真実はないんだよ、ここが重要なところなんだよ、だから万が一ね 100%100 100万に1回万に1回真実があったとしても、それに手を染めることって得ではないって、だから俺宝くじ買わないってそこに来てるのね、宝くじってのはあの当たらないって言っても1人か2人当たるわけじゃない、もっと当たるよ ね、当たるでしょ、でも当たる確率を考えたら一般の人たちがそれ当たるんだって教えられたら詐欺みたいなもんだ、やらないのがいい、それよりか、まあ、今ね俺ね日記にも書いたんだけど、ね、1枚1枚 DVD を手書きでやって袋詰めしてる方がどれだけ立派な仕事かってこと、まあ、そうだね、ね、1個30ユーロにしかならないよ、ね、それでもそれを積み重ねていい生活をして仕事をしようってことが一番いい絵になるんだよ、遺産なんかもらった日には人生ダメだ、だから今ねシミュレーションしたんだ、遺産もらった時、仕事が進まなくなる、だからだってこんなんで
いや例えばさ2万ドルとか3万ドル稼いで何なのと思わされざるを得ないような心境にさせるっていうのがこの詐欺の手口とかね、うんうん、でもとりあえず箱に置いとけばいい話だと思うけど、ここいやだから言ってたよねミュウちゃんにはね、うん、あこれ面白いからこんなもん実際当てしないでミュウちゃんに見てもらってねこのメールをね、うん、そしたらミュウちゃんは冷静だからこれとりあえず箱に入れておいて別世界の話で、うん、そうあの現実とは混ぜないようにしとけば見守るしかないねっていう、うんうん、あの現実と一緒に住んでおかしくなっちゃうから、うん、あそういえばあったんだなって思い出した時にあ、そうね、ここにあったっていう、うん、俺のネタとしてはもうミュウちゃん一番分かってるんだろうけど、うん、日記の最高のネタだよね、これはちょっとなかなかできる体験、ねうん、で最後すごかったしぶとかったよそれでも30億のチャンス捨てるのかとかさもうすごいんだ、ね、俺なんかこれにね1万7千何百ドルかけてんだよもう4千ドルしか財布がないんだよ、うん、でローン組んだんだとかいっぱい来ちゃってさうっかりして、うん、すげえな一回俺弁護士で払って最後にとどめは ね、うん、AIU のねドバイのね弁護士高すぎて俺の知り合いの弁護士だったら成功報酬でお金かかんない紹介しようかって言った俺の弁護士で住めようってやったのそしたらどうもありがとういい友達だね、うん、これでさようならバイで終わったすげえ決めるこないそれで終わりだからプロだよねはっきりしてるだから、うん、まあ弁護士の料金詐欺だよなるほど、うん、すごいと思うんだな、うん、だからアラブってそういうことだからお金のことを考えた時にアメリカ人とか日本人だったら金奪っていいって考えてるから、うんうん、アラブの商人じゃないけどすごいよく考えるね、うん、そういう手口はねそうねでも俺ネットでやってるさそのいろんなことやってる人たちいるじゃないネットのね、うん、これで儲かりますよって同じだよね、うんまあ、同じ同じ、うん、で俺の場合は30億だったんだけどだから巧妙だね、すごいよね。うん、でもよく作るよね。あるわけないと思うんだけど、だから、うん、例えばそれ本当だとしても手出しちゃいけないもんだ、うん。で実際ね、宝くじがすごいの当たった人たちのさ、末路ってひどいもんだ。あ、そうなんだ。みんなすごい人生ダメでしたんだな、いろんなお金、うん、お金の亡者が来るから、うん、それを考えた時に、まあ俺お金持ちと随分付き合うあのチャンスがあるじゃない、ヤコマとかね。それを考えた時にお金ってあの簡単に手に入れちゃいけないな、うん、と思うんだ。だって俺がヨーロッパでねマジシャンの皆さん聞いてほしいんだ、うん、ヨーロッパでマジックをねやってこうやってツアーに行けるようになるってことはよほど大変なことなんだよ、うんうんね、そこに来るまでも大変でそこからそれを成功させるのも大変で、うん、いろんな成功ではみんなリスクがあるんだよ、ね、でも正当なものでもそんなリスクがあるのにそんなうまい話があっちゃいけない、うんね、あってはいけない遺産相続っていけないだからその遺産相続がさやっぱりあの正当かどうかってことがいろいろ問題になるから相続税とかそういうのがでかかったりするわけ、うん、でも一応万が一のことだった時相続税のことも考えたけど、うんうん、ピーターだっけピーター柳田、うん、いねえよそんなよく、ね、うちのおふくろがまたねもう83歳なのにね、うん、お母さんねそれをねネットのグーグルで調べてピーター柳田ってのは日本に今ね3人いるとか言ってねあ本当いるんだすごい調べてるへえすごいまあねあのだからうちのおふくろだからやるわけないでしょうって言って俺は、うん、でも真剣に心配しちゃったみたいなんだよあほかほか、うん、だからやらないよだけどだって一銭も払わないから俺、うん、だって今までよくあるんだけど、うん、こんな会に入ったらねいくらで俺は会を作る方の人間であって、ねうん、マジキャッスルのとこにいてそういう人間なんでしょ、うん、それに対して儲かる話だって、ね、やるわけないじゃん、まあねうん、あとさ最初にそのさ、うん、アラブのさ詐欺師はさリスク一銭もリスクはかからないって言ったのに後からかかってんじゃんみたいな弁護士料金はリスクじゃないって言うんだよリスクだよだから言ったんだよねだからそんな、うん、あのアラブの弁護士おかしいよってね、うん、手付けでそんなやつのところで、ね、160何万ってないんだよって失敗したらないんだから、うん、ねそんなのないって、うん、だから少なくともあの日本だってさ一回話をしに行ったらさ30分がさ5000円とか1万円でしょ、うん、それでも日本は高いんだアメリカなんかただだもんね、うん、ねみんなねいつもねキャッシュ遊び来てとかやってるじゃん、うんうん、それ考えた時にラジオ満足的じゃないぐらい面白い体験だったね、うん、いやすごい体験だよね、うん、いや面白いメール取ってあるけどで Facebook さとりあえず立ち上げて仲良くなろうってやってきて、うん、それで Facebook のやり取りだと記録のなんかね違う残っちゃうからってんでメールにしようって言ってメールできて、うんうん、で最後 Facebook になっちゃったんだけどまあ怪しい人いっぱい来ますよすごいな、うん、だからみんなに言いたいんだけど、ね、これだけ儲かりますからって話は本当に儲かるかもしれないけどやんない方がいいと思う、うん、だって儲からなかった時のリスクの方がでかいし、うん、ほとんどそうだし儲かったってそんな漠然には身につかない、うんそうね、あとはほら、うん、儲かることをするためにこれが必要ですよみたいな買わされるのがさそういうなんか前段階がじゃないと進める意味がないもんねそのやってる人そうだよね、うん、お金はやっぱり自分の力で稼ぐんだ、うん、働きかける人も稼ぐためにやってるからだって30億って言うけどさ、うん、俺がねこんだけ頑張ってさ人生さ61歳までやって、うん、それでねあのヨーロッパツアー行ってさ帰ってきてやっぱりさどんなに儲けても3万ドルでしょ300万だよ、うん、それがね普通のね世の中なのどんなに頑張ってもそんなもんだと思うよ、うん、まあということでねいろいろ話しましたけど楽しいラジオマンジャック今回詐欺について体験から、体験してきました、うん、
ということでね、あの、いろいろ書いてみます。詐欺にかからないようにね。はい、また来週、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。